皆さんこんにちは、ラジオ日経アナウンサーの小塚歩です。瀬尾紀子です。バンダイナムコゲームスの松本です。はい、というわけで今回はですね、1月14日に発売されました PSP 用の鉄拳6をご紹介いたします。はい、そうですね、あの大人気鉄拳シリーズの最新作、うん、鉄拳6がついに PSP 版も出て遊べるようになりました。はい、PSP で持ち運べるからいつでもどこでもできますね。そうですね、ということでですね、今回は瀬尾ちゃんと私がですね、鉄拳を上手くなるためにいろいろなコツとかですね、アドバイスを聞いておりますので、こちらの映像をご覧ください。まあ、PSP になったということで多分売りがあると思うんですよ。はい、PSP ならではの。そうですね、まあ、やはり、PSP 携帯ゲーム機ですので、いつでもどこでもこの最新作の鉄拳6が楽しめるということですね。うん、はい、あとは、それぞれ持ち寄って、顔を付き合わせての対戦であったりとか、これはアドホックモードですけれども、あとは新モードの、ゴールドラッシュとか、はい、そういったものが入っておりまして、もう遊び方は満載でございます。はいはい、ゴールドラッシュというモードはこれどんなモードなんですか。ですね、いわゆる今回、鉄拳6はカスタマイズというキャラクターにアイテムを着せ替えることができるんですけれども、そのためのゴールドをバシバシ稼ぐことができるモードとなっております。今キック、キック、キック、膝、膝、そうですね、なんかビヨビヨビヨって電撃が出ましたよ。そうですね、今のはちょっとガード不能技というガードできない技なんですけど、すごいチャリチャリ言ってる。どんどん相手の懐から敵人がザラザラ落ちてる感じですけどね。そうですね、というところで1万8000、はい、2万超えましたよ。はい、でタイムアップ。そうですね、今ちょっと最後に当たってしまったんで減りましたけれども、これを繰り返していくとどんどんお金が貯まっていくという、非常にあのゴールド、お金が大好きな人には貯まらないですね。貯まらないですね。瀬尾小塚の目指せ鉄拳マスターへの道は、ということで何者ね、何で用意してにぎやかにお送りしていきたいと思いますけどもね、目指せ鉄拳マスターへの道、はい、まあね、私も上手くなりたい、ということで今回くたらぎさんがいらしてるということでね、はい、この鉄拳を上手くなるためのコツとかね、その心得みたいなのをね、教えてもらいたいなと。ではまずは、はい、あのお二人に対戦していただきましょうか。はい、ボブ頑張れ、蹴れ蹴れ、パンチ、あーボコボコ、大きいからなんかちょっと有利な気もしますね。そうですね、一発は重いはずなんだけどな、入んないそれが、どんどんちっちゃい呼吸、あー投げが決まりましたね、的確ですね、あーだんだん、あーといっ、てあーなんだ、決まってるような気がするんだけどな。あーなんかこう歯医者に手を差し伸べるアリサが悔しいな。でもボブあれですね、一発の威力が大きい。でもね、やっぱやセオちゃんやってるからかな、なかなかそれが入んないんだよね。本当ですか。うん、そうやってなんかこう無駄に打ってる間に技決められちゃうんです。くたらぎ先生から見てどうでしたか。あ、もうあの非常に何ていうか、瀬尾さんはちょっとやり慣れてる感があって技とかも的確だったんですけど、ちょっと小塚さんの方は、まあ、まだ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 っていうところで、はい、入門したばかりでございました。でまあお二人に言えるのは、まあ、やっぱりちょっと防御とかをもうちょっとうまく的確に使っていこうというところですね。じゃあなんかくたらぎさんにせっかくなんで、はい、来週までのあの小塚アナと瀬尾ちゃんへの宿題とかを出してもらうっていうのはどうですかね。宿題、はい、宿題って、瀬尾さんは、さっきのゴールドラッシュのモードで、はい、5万ゴールド貯めてみましょう。はい、はい、で小塚アナは、はい、5級まで頑張って上がってみましょう。まだ今入門、はい、うん、ちなみに何級からスタートするんですか。最初は入門生ですなので、ね、はい、入門生の次は、9級です。5級大丈夫ですかね。あれちょっと7級ぐらいとか、7級ぐらいに、じゃあた、うん、最初の目標なんで7級ぐらいにしてみましょう。はい、ありがとうございます。というわけでくたらぎ先生にいろいろ教えてもらいました。はい、はいはい、宿題も出ましたね。うん、そうですね、音声版ではですね、瀬尾ちゃんと小塚がバトルをしておりまして、はい、くたらぎ先生の解説アドバイスなどもありますんでね、そちらもじっくりお聞きいただければと思います。はい、というわけで次回もですね、この鉄拳6 PSP 版ご紹介したいと思います。どうぞお楽しみに。じゃあ瀬尾ちゃん、はい、行きましょう。
せーお、またね。この番組はチェンジザエンターテインメントバンダイナムコゲームズの提供でお送りしました。